キチャンネル開幕直前セリーグ順位予想よっ。もう順位予想しちゃいますか。はい、嫌、はい、なんですか。うん、ちょっと、まあ、早くないですか。うん、いや、それ諸事情がありました。そうですか、はい。そして今回の順位予想の動画なんですけども、はい、なんとこの企画にスポンサーがつきまして。おお、すごい。その企業さんは、はい、天使の様です。おーし、大好きな天使の、うん、まあ、以前もね、サタチャンネルでこちらのね、はい、バクネというね、このパジャマ、はい、ね、を紹介したことがありますけども、うん、今回この順位予想の動画に、はい、天使さんがついてくれたということで。おお、でもなんか愛用されてるみたいで。私も超絶愛用してて、うん、本当にこんなになんか実感するの初めてっていうぐらい、うん、めちゃくちゃ着心地いいんですよ。なんか入院してる時も着てたのか。そうなんです、私2月に入院してたんですけど、うんうんうん、その時も自分のパジャマとしてこのテンシャルさん持ってって、うん、で、まあ、なんか手術の後とかって看護師さんが洋服着させてくれたりするんですよ、うん、これすっごい肌触りいいですねって言われて、うん、そうなんです、これずっと着てるんですっていうぐらい、うん、もう入院中もずっと愛用しました。だから皆さんね、はい、手に取ってもらえるだけでいいからね、うん、そう。しかも夏は半袖、冬は長袖、うん、私両方めっちゃ、うん、1年中オールシーズンカバーだから、はい、まあ、そういったところではね、はい、非常にこのね、うん、あの今回ついてくださるということでね、うん、いいですよね、はい。まあ、でもせっかくねここあるんで、はい、じゃあちょっと着てみます。じゃあちょっと着てやりますもん。こうヒューでこうジャンプしたら、ジャンプして着れるんじゃない、はい、変身します、はい、変身そえできました。いい肌触り、サイズもぴったし、本当に軽いんですよね、うん、もう着心地抜群だからね、はい。でこれなんか変わったのかな、私もこれね持ってないやつ。そうなの、うん、なんかね、こういう生地の半袖があるんですけど、長袖もっと厚手なんですよ。ずーって寝てる、ずーって寝てる、ずーって寝てる。あ、本当だ本当だ、寝てる、うん、パジャマですかね、うん、そう、いい感じ、はい。こちらのバクでは普通のパジャマと違って、はい、疲労を軽減するリカバリー効果があるパジャマなんですね、うん、だから寝てるだけで疲労が軽減するということで、うん、あと特殊繊維を使っていて、うん、着ることで全身の血行を促進して疲労が軽減できる仕組みらしいんですよ、うん、これすごいですよね。寝てるだけでいいからね、うん、何もすることなし、はい、ね、でこのバクネを出しているテンシャルさんという会社は、うん、社長さんを筆頭に元アスリートの社員が数多く在籍しているらしくて、アスリート時代に培ったコンディショニングの知見をもとに、はい、機能性の高い商品を販売している会社なんですよね、うん、で実はこのバクネプレゼントしてあげる人がかなり増えているらしくて、だからプレゼントで、はい、ね、疲労軽減するパジャマなので、うん、相手のことを思いやる気持ちを込めてプレゼントできるのはすごくいいということで、うん、母の日とか、うん、父の日とか、あ、いいかもしれない、あと誕生日とかね、うん、あとなんかのこの普通の贈り物ね、はい、記念日じゃなくても、うん、なんかじゃあ合格祝いだったりとか、はい、なんね、ちょっとしたことでもプレゼントできたらね、はい、めっちゃいいね、いいです ね、 ね、私もちょっとプレゼントに今考えようと思って。これもらったらセンスいいよね、うん、嬉しいです、うん、で今僕が着ているのはユニセックスタイプのバクネドライなんですよ、はい、で袴田さんのやつもバクネドライですよね、うん、でボタンを閉めるタイプのバクネパジャマっていう商品があるんですよ、でそちらもユニセックスで、はい、素材は同じものを使ってるみたいなんで、はい、ちょっと着替えてもらっていいですか。私もうそれを着ますか、はい、それも、はい、飛んでください。じゃあじゃあちょっと変身してきます。ドッペッ、着替えてきました。これ可愛いですね、なんかデザインもいいね、うん、可愛い、なんかあのセレブみたいだね、家で着てたらセレブパジャマ、あのはい、え今からリアクションしてくれなかったの、はい、いやで着心地これも、ね、いいね、いいです、これが、うん、あのバクネ、うん、パジャマ、俺のがバクネドライ、うん、いいね、うん、両方すごいです。であの寝巻きとしてもいいし、うんうん、普段着も家でいる時いいね、うん、しかも夏とかでも結構軽いし、ね、サラサラだし、うん、いいね。まあでも、はい、こんなテンシャーさんのね、はい、サポートを受けてこれを着てね、うん、順位予想です。はい、はい、これで順位予想、すいませんね、順位予想したから寝てたらすいませんねセリーグ順位予想、はい、ね、じゃあ書きます。俺は正月にしたのは、はい、あの1位ヤクルト、うん、で、2位が阪神、うん、で3位広島、うん、4位 DeNA、うん、5位巨人、6位中日が、はい、お正月の予想でした。はい、はい、じゃあまず6位かな。ちょっと待って、これでも書くんですよね。うん、そうだ、6位、あ、1個ずつよ。あ、じゃんじゃないんですか。うん、違う、まず6位から。6位から1個ずつよ、うん、一気にじゃんを見せすぎよ。そっか、まず6位、じゃあ最下位行きましょう。中日が未知数なんだよな。
いいですか、はい、最下位はこちらです。せーの、じゃーん、広島、中日、これ一緒ですね、前回と。まあそうだね、はい、まあ、キャンプオープン戦見たけども、うんうん、まあ、もちろんね、アキード、はい、あと村松田中、うん、あの新しい戦力、うん、で投手陣もいいし、うん、高橋宏斗はね侍でも頑張ってるし、はい、ね、でロドリゲス、マルティネスはキューバ代表でも頑張ってるしね、うん、でも、うん、ルーキー1年間戦い続けるの大変だからね。まあそうですね、うんうん、そういったところでは1位に近い6位という判定になりまして、1位に近い6位、うん、1位に近い6位、そう、1位に近い6位っていう判定になりまして、はい、だってあの箱根駅伝でも、うん、大差の6位もあれば、うん、ドドドドド6位になるじゃん。あ、まあそうですね、そのパターン、うん、いやもう言うたら私もそうですよ。袴さんは、私広島なんですけど、嫌いなの、いつも弱いけど、いつも弱いけど、いつも弱くしてるけど、いやいや俺はもう3年前まで中日2年連続1位にしたけど、はい、もう あのちょっと我慢できなくて下に下げたら、はい、去年当たったんだけどね、はい、当たったんですね、それでね、うんうん、いや私は、うん、あの別に広島が嫌いとかでも何でもなくて、でも、まあ、もう曲もう本当に佐藤さんの言う通り1位に本当に近い6位です。でも6位なんでしょう、うん、そう、でもやっぱりね、森下投手がちょっとこう今ね、うんうん、間に合わないっていうところと、あと栗林投手もちょっと心配だなっていうのもありますし、問題ないです、問題ないですか、うん、いける、1年間あるからちょこっといなくても、はい、関係ないです。そうなんですけど、どうしてもこう、でもいいピッチャーとかいいんですよ、うん、遠藤投手もいて、床田投手も去年みたいに離脱しなければっていうのはあるんですけど、野手、うんうん、もいいよ、野手もそりゃそうですよ、うんうん、確かに、あの、何だっけ、崖っぷち選手の時だったかな、うん、佐藤さんの話聞いたら、いや、広島いい選手多いなと思ったんですけど、思ったけど、うん、やっぱ最下位だから、どうしようかなっていう、もう1位に近い6位です、はい、だから6位でしょ、はい、だいい選手はいるけど勝てないってことだね、なんかこう、あがじゃあ監督のせいかな、いや、そんなことない、まあでも新監督だからどこまでどうかなっていうのはありますよね、ないと思う、ないですか、工藤さん新監督で優勝してたし、もうそれはありますけど、じゃあ次、5位いきましょう、5位、はい、どうしようどうしよう、5位どうしよう、5位、 OK、 いいですか、はい、せーの、じゃん、中日、巨人、中日です、これはもう巨人ですね、はい、なぜですか、上から決めたらもう5番目にしか置けなくなってそれもう全部そうじゃないですか、そう、俺はもう上から決めているから、はい、上から決めたらもう5位になっちゃって、はい、じゃあ戸郷と菅野、次誰出てくるんだって話、そうなんですよね、先発で、で結局外国人頼みになるじゃんね、うん、でリリーフも大勢に向けてどうするんだっていうところもあるし、うん、あのブリンソン、うん、まあね、うん、いい評判聞くけども、うん、ね、坂本がまだ1年間どうなるのか、まあ、門脇がね、うん、あと行くのか中山なのか、うん、ね、5位です、はい、はい、で私も中日はでもね、なんかこうオープン戦とか見てると、なんかオープン戦今の現段階ではまだ下位にいるんですけど、うん、でもなんかこう田中幹也選手とか村松選手とかあの辺がまあスタメン張ってていいのかっていうのはあるんですけど、でもすごく勢いがあっていいなと思いますし、高橋宏斗投手もいて、うん、大野投手、柳投手とね、いい選手はいるけども勝てないってことでいいですか、うん、いるんですよ勝てないってことでいいですかやっぱりこの打線として去年を上回るものはあるかなっていう、やっぱり去年のチームトップの打点の阿部選手がまあ抜けたっていうのもありますし、そういうところを考えるとそこまで上にはいかないのかなと思ってしまって5位です。ちょっとトレードとか問題あったんですかね、ん、何ですか、何ですか、じゃあ次4位いきましょう、はいはい、4位、はい、4位迷うな、私これだな、はい、やっぱこれ考えて書いてたらやっぱ前回と一緒なんだよな、いきますよ、はい、せーの、じゃん、巨人、 DeNA、 はい、巨人です、まあやっぱり A クラス決めちゃったんで、はい、やっぱ DeNA になっちゃうね、はい、うん、どこまで、あとはキャッチャーね、うん、三重がいなくなって、まあ、戸柱、伊藤、松尾君、まあ、どこまで頑張るかっていうところと、うん、まあ、先発もね、今永、大貫とかね、まあいいところもいるけどもね、あとガゼルマン、うん、まあやっぱりこのね、ローテーションの半分以降がね、ちょっと未知数すぎるね、はい、で後ろもね、ミセも元気になってきて投げてるし、うん、で山崎、浅脇、ミセ、うん、そして
伊勢ね、伊勢じゃない、伊勢じゃない、伊勢さんはあれだよ、ソフトバンク中日だよ、守護神それこの間五十嵐さん間違えてるそうそうそう、だからね、はい、だからエスコバー伊勢、はい、三島、うん、山崎康明、うん、まあ、まあいい感じだね、うん、でもオースティンはいつ戻ってくんだっていう、ね、うん、ところと、うん、そう考えると去年2位だけど、うん、俺はもう4位、4位、なぜかっていうと、はい、上から決めていったら4位になっちゃったっていう、うん、おで、あ、巨人ですか、巨人です、私もやっぱり巨人はピッチャーがどうしても、うん、数的にでもまあ新外国人かなり先発もリリーフも、うん、新外国人投手4人ぐらい取ってきてますよね、うん、ピッチャーで、うん、でもその方々がやっぱりシーズン始まってみないと分かんないっていう不確定要素があります、うんうんうん、なので、まあ、菅野投手、戸郷投手以外がちょっとまあ課題だなっていうところですね、うん、まあ、2年連続 B クラスってことでいいですか、まあ、なんか、まあ、上から並べたらそうなっちゃったっていうことですよね、そう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 、うん、同率はできないからね、はい、うん、じゃあ次3位、はい、こちらです、はい、せーの、じゃん、阪神、 DeNA、 横浜って書いてある、うん、阪神です、はい、3位、はい、まあ、ちょっと3位ですねちょっと3位ですね、ですね、うん、ちょっと正月は2位だったんですけど、はい、ちょっと3位ですね、うん、それ、そのちょっとっていうのはどういうところでちょっと下がったんですか、うん、なんとなく、なんとなく、うん、あの1位に決めたら3位にしかならないかも、あ、まあ、上から並べちゃったっていうね、上からだ、うん、下からだったらあれだけど、うん、俺ちょっと上からね、はい、並べちゃったから、うん、トップダウンで来てるから、はい、ボタンもアップじゃないから、そういうとこですか、うん、はい、横浜太陽、横浜 DeNA です横浜って書いちゃったいやー、私は結構横浜は、まあ、A クラスには行くんじゃないかなっていう、まあ、去年のあの上り調子、うんうん、っていうのを考えるとすごく勢いのあるあのチームだなと思っていて、うんうんうん、で今侍ジャパンでも今永投手すごくいいですし、うん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 、あとやっぱりこう打線というか打撃に結構安定感のあるチームだなと思ってるので、うんうんうん、だからそこで点取れるんじゃないかなっていう感じなんですよね、うんうん、あの牧選手ももっと行くだろうし、うんうん、佐野選手、宮崎選手、桑原選手だったり、うんうん、そういうところで私は結構この上から並べて3位、うん、下から並べて3位って感じですね、下から並べたら4番目で、あ、間違えた、間違えた、うん、違う、そうですね、下から並べて3位だったら4位になっちゃう、あ、そうですね、下から並べて4番目か、上から並べて3位、川さんも疲れてるよ、そうですね、じゃ次2位、はい、じゃもう2位は1位に一緒に買おうか、あ、そうです ね分かれちゃうからね、はい、でもこうなっちゃうよね、もう仕方ないよね、やっぱり当てに行こうと考えるとね、うん、いや、私も当てに行ってますよ、うん、そう、もうこうなっちゃう、順位は、うん、はい、じゃあいいですか、はい、せーの、じゃん、じゃん、阪神、ヤクルト、広島、ヤクルト、広島1位にします、おお、強いからね、おお、広島は、はい、1位だから強い、うん、私が最下位にしてる中だから理解できないんだよ俺は、じゃあね、まあ、やあれ私、でも実はやっぱ正お正月から考えても私変わってないんですよ、変わってないの、うん、なんか変えられないなと思っちゃって、え、いや、キャンプと動物園みたいな変えれるっしょ、じゃあキャンプ真剣にやられてなかったんですかね、プロ野球選手どういうことですか、だからキャンプやってても変わり映えしなかったってことですもんね、いや、ちょっとキャンプの情報ってあれですけど、オープン戦まだあの現時点ではまだあまり終わってないじゃないですか、うんうん、今日が4月の10、3月のまだ13なので、だからあとまだ1週間、うん、だからあとまだ7試合ぐらいあるかな、はい、うん、でもやっぱりオープン戦とか見ててもそんなに変わらなかった、私としては変わらなかったですね、そうなん、はい、じゃあ俺引いて、はい、昨日で広島が1位ですか、うん、いや強いと思うから、うん、俺だってオープン戦見てないからさ、はい、WBC ばっかりやってるから、うんうん、ですね、うん、はい、でも強い以外考えられないんだよね、強いのよ、はい、カープが、うん、もうだって大瀬良、森下、とこだ、うん、もういる、クリー、うん、もいるしね、で、松田、うん、川野、長谷部、うん、ルーキーとか、うん、松田投手なんか良さそうですよね、うん、で、森、うん、で、黒原、うん、玉村、うん、で、遠藤、うん、で、後ろに栗林、うん、で、松本、うん、で、矢崎、うん、で、外国人、うん、で、で打線、うん、坂倉、うん、マクブルーム、うん、菊池、デビッドソン、うん、小園、うん、西川、うん、秋山、野間、うん、強いとしか言いようがないんだよね、なん
かそれ聞くと私も上げたくなってきましたねでしかも去年はセリーグだけだったら勝率5割、うんはい、そこをうまく立ち回れれば優勝、うん、森下投手はすぐ入れるんですか、まあ、すぐ入れなかったとしても、うん、いるからね数はまあまあ確かにで苦しい交流戦ぐらいから来てくれたらいいわけじゃん、うん、大げさに言うとねそうですね最初出遅れてたとしてもよ、うん、その森下一本柱じゃないからね、はい、だからもう広島1で2位ヤクルト、うん、やっぱ広島1位にしたからね、うん、ヤクルトちょっと2位になっちゃって、はい、で阪神2位ね、はい、巨人中日、うん、やっぱ これ、はいまあ、これでしょ今年はこれ俺当たるような気がするわだからねだしドンピシャいきそうですか、うん、だって袴田さん通りの一番の違いは広島が強いと思ってるか弱いと思ってるかだけだから、うんそうね、佐藤さんのプレゼン聞くとなんか強いなと思うんですけどなんかこう並べちゃうとね下に行っちゃうんですだってよ袴田さんの広島を1位に来ただけであと阪神とヤクルトが違うだけだからね確かにあれあそうほんあ本当だあ本当ですねうんあと阪神あそうか阪神ヤクルト入れ替えるだけだうんで広島がここに行くってことか、うん、そうそうそうあ本当だ、うん、確かにはいこれ優勝なんだよねカープ予想としてははい変えてもいいでうんもう言わんとし 今なら変えれるよ今なら変えれるのうん今なら変えれるよまだあそうですねうん時間ありますよ、うん、今なら帰れるよいやちょっと今そのプレゼン聞いたらなんか強そうな気がしてくるなじゃちなみに袴さん考えてる間にじゃ先生を先生最下位は最下位は DeNA です DeNA はい5位は阪神5位阪神はい叩かれんでまた叩かれるまた行かれるんですねこれ4位4位ドラゴンズですうん、はい、で3位3位がこれはヤクルトですねヤクルトはいで2位巨人です1位広島です。一位広島にしたの。はい、あの最下位から。本当正月の時は正直にそう思ってたんですよ、うん。で僕実際沖縄に行って、いろんな方に話を聞いても、うん、広島って今年本当に強いと。へー。っていうのとやっぱり実際この暇なんで、ずっとオープン戦ばっかり見てるんですけど、うん、暇なんで。だから先生は本当に広島。広島巨人ヤクルト、はい、で中日阪神 DeNA。DeNA です。おお。じゃあちょっと入れ替えます。でも袴さん確か昨年は正月のやつも当たってたんですよ。そうなのそうなのあんまり買いたくないんだよね。あんまり買いやっぱ買えるのやめようかな。やっぱねファーストインプレッションって大事だと思うんだよね私。買えない。買えないの。買えない。やっぱ私ファーストインプレッションは大事。うん。うん、買えない。おお。はい。はい。ということで、はい、これがね、うん、最終、はい、結果の今年の順位予想です。はいもう去年から私は買えない方が当たるって分かったんで買えない俺は去年セ・リーグは6分の4当ててるから、はい、おーおーそれって最終の方がでしたっけうん違うよあの最初の方でも6分の4変えても6分の4なあそうだったんですか、うん、だから DeNA と巨人俺巨人を2位にして DeNA4 にしてたら、はいうん、巨人が4位になって DeNA2 位になったからそこだけが外れたんだけども、はい、でもし正月のやつだったら俺 DeNA1 位のヤクルト2位だったから、はい、そこが違うだけだ、ねうん、だからどっちにしても6分の4なのほまあ、あれですよ、最下位とかにしたチームが優勝したら謝ります、もう本当に見立てが悪かったです、ごめんなさいって終わった後言います、うんうん、そうだね、予想なんで、うん、大事だね、はい、さあ、ということで、はい、今回はセリフ編をやりましたけども、うんはい、スポンサーになってくれた、バグネの、パジャマですが、はい、なんとこの動画を見た人限定で、テンシャルさんの全商品が 15% オフとなる特別クーポンを用意してもらっているので概要欄に貼っておきますのでこれからの季節向けに半袖のバクネもねクーポン使えるみたいなんで、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、でさらにですよ、うん、店舗で買いたいという方は渋谷と東京駅にあるテンシャルさんのオフィスストアでも、うん、里崎チャンネルを見ました、うんね、里崎チャンネルを見ましたというと 15% オフになりそうなので、はい、へーへそれすごいですねでも佐々木チャンネルを見ましたって言わなきゃいけない、じゃあ仮によ俺がよ渋谷か東京駅のこのオフィシャルストアに行って、はい、すいません里崎チャンネル作ってますって言ったら何パーセントオフもうね全商品はプレゼントですただ見ましたって言わないとオフにならないって、うん、あれですよ店員さんはそういうふうにインプットされてるんでいや作ってますって言うでも作っててもあじゃあ里崎チャンネルですって言うとどうなんだどうぞどうぞこれテイジャルさん前からもずっと大穴ベストナインとかも、うん、里崎なんせ里崎チャンネルのファンなんですよそうなのそれで協力したい協力したいって連絡もいただいてて、うん、
大和田ベストに全部当てたらとか、いろいろやって言ってくださってるので、作ってますが、大喜びです。店員さん、ちゃんと、言っといてよ。そこじゃちゃんと言っときます、はい、でもありがたいね、こうやって協力してもらって ね、だから皆さんもね、ぜひこの機会に、まあ、お店に行ってね、触ってもらえれば、はい、手触りね、いい、俺らが言ってることがどれだけ正しいかが分かるからね、はい、それ手に取ってもらったりね、あとはこの概要欄でいろいろ貼ってますからね、可愛 いので、いいよいいよ全然、うん、本当、男性向きかっこいいですよね、高級ホテルのパジャマで置いてそうそうそうね、うん、普通に本当に可愛い、うん、ということで、うん、ということでね、まあこれね、どこまでやったのか勝負だから、はい、答えは1年後だから、そうですね、うん、はい、新井ちゃん、頑張っていこう、阪神頑張れー。